危険な斜面は松本清長の短編小説。オール読み物1959年2月号に掲載され、同年2月に短編集、危険な斜面収録の表題作として東京創原社から刊行された。これまで8度テレビドラマ化されている。歌舞伎座で会社の得意先の接待に参加していた秋葉文作はロビーで自社の会長。 西島拓平の愛人を目にするが、呼び止められて、10年前の自分が何度か交渉を持った、女、野関敏恵であると気づく。野関敏恵は、秋葉文作に電話番号を教え、交渉が復活する。秋葉文作は、出世したい男であった。重役、部長、課長、平社員といった順序が、人生の階段として、絶えず意識にはしご型の影を落としていた。 今の野崎敏恵は、西島会長の目かけだから利用価値があるのだ、と、秋葉文作は考えた。しかし、野崎敏恵は、秋葉文作を恋人と考えた。自分が置いて、西島会長から捨てられる前に、秋葉文作を繋いでおきたいのだった。感情を沸騰させ始めた女を前に、秋葉文作は、黒い計画を巡らす。 1959年11月7日と11月14日、富士テレビ系列のスリラー劇場枠にて2回に渡り放映。1961年2月20日2月27日3月6日、TBS 系列のナショナルゴールデンアワー枠、松本成長シリーズ黒い断層の一作として3回に渡り放映。1962年4月19日と4月20日、NHK の 松本成長シリーズ、黒の組曲の一作として2回にわたり放映。1966年2月15日、関西テレビ制作、富士テレビ系列の松本成長シリーズは国手放映。松本成長の危険な斜面。1982年11月6日、テレビ朝日系列の土曜ワイド劇場は国手放映。視聴率18.9%。 松本成長スペシャル、危険な斜面。1990年10月16日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場枠にて放映。視聴率19.2%。松本成長特別企画、危険な斜面。2000年9月24日21時 -22、54、TBS 系列にて放映。現在は DVD 化されている。 松本成長没後20年特別企画危険な斜面2012年9月30日21時 -2309 富士テレビ系列にて放映平均視聴率7.4%ありがとうございます